I'm Toshiyo from Japan Airlines.I'm the vice chair of DOMOBUDDYS.I feel honored to have this opportunity to speak with you today. さて、このセッションでは DOMOBUDDYS、日本で誕生した DOMO ユーザーコミュニティについてご紹介したいと思います。 今日は9名登壇しますまずこのコミュニティについて簡単に紹介します社内だけでは活用展開などに限界があり他社はどうやってるんだろう相談相手が欲しいこんな課題があってコミュニティは成長してきました初めてのオンラインイベント開催で100名近く集まり現在約300名が登録していますドームバディーズには3つの分科会というユーザー主体のワーキンググループがあり この三つの文化会が持ち回りで、毎月勉強会を開催しています。今月は、どうも広がる文化会が勉強会を行い、来月は技術文化会が勉強会を行います。勉強会は、誰でも自由に参加できます。重要なキーワードは、バディーズイコール、仲間です。会社違えど、どうもキーワードにつながる仲間です。勉強会の参加者からは、楽しかった、不安が少なくなった、次回が楽しみ、 他社の事例が参考になったといった声が上がっています。ではここから三つの分科会についてご紹介していきましょう。データ活用分科会の平田さん、太田さんお願いします。はい、山田さんありがとうございます。Thank you for having us today. I'm Noriko from Special Networks. I'm the leader of the Data Leverage Group. Nice to meet you all. アイムモトムフロムヒタジトランスポートシステムではまず先にデータ活用分科会の簡単な紹介をしたいと思いますデータ活用分科会ではいろいろなデータの見せ方や活用方法を業種や業界の垣根を越えて共有しデータ活用スキルを高めていく分科会になっています太田さんのように同盟歴が1年ぐらいの方からベテランの方までいらっしゃいますし I T スキルに関しても私は I T の出身ではないので、とどうも歴 I T スキル関係なく気軽に参加していただける文化会となっています。今日はそんな文化会ず文会の活動の一部をお話しできればと思います。はい、以前文化会で作ったカードやページを見てもらう工夫をどのようにされていますかというふうにあのそういうテーマでディスカッションをしたことがあるんですけれども。 その時の時エピソードを紹介したいいと思いますまず1つ目がトレリスチャートというディメンションを追加できる設定があるっていうのを共有してくださったメンバーの方がいらっしゃるんですけれどもそれを弊社でも取り入れた事例がスライドドにに見えているカードになります弊社では音楽事業をやっていたりするので A という例えばアーティストの年齢別のリスナー数を 見る時に以前は右側に見えているクイックフィルターを活用して楽曲別のリスナーの年代分布を確認していたんですがそれがトレリスチャートというのを活用することで一個一個フィルターをかけなくても一目で曲ごとの分布の違いが分かるカードにできました。設定ももとても簡単だったので 今後もいろんなシーンで使えるなというふうに感じました。はい。で二つ目がえっ、ー、とドモバディーズの会長である大和物流の田中さんが紹介されていたトップページの事例になります。えー、左側のスライドに、えー、見えているのがえっ、ー、とダイ物流さんのトップページなんですけれども、えっ、ー、と上部の方に売上とかあと計画を表示させてあと何パーセントで達成できるのかっていうのを 一目で分かるように工夫されていましたでそれが私はとても数字の意識継ぎには有効だなというふうに感じたので弊社でも取り入れて右側のトップページのように今までは各ページのリンクしか並べてなかったんですけれども弊社でも売り上げとあとは現状の達成率っていうのを取り入れて売り上げの意識っていうのを常に持たせるように変えることができました。 太田さんはこのテーマでディ,ディスカッションされてみていかがでしたかそうですねはい。まあやはり他社さんの事例を聞けることはとてもいい刺激になりましたどうしても最初の方はデータの集計であったり、まあ、指標の算出といったところに意識が向いてしまっていたんですけれどもより効果的にデータを使うにはどう見せるのかまでを考えていくと、まあ、良いページ良いカードができると思いました まあどうしても自社内だけで新しい視点というのは出にくいと思っているので、まあ、こうやって別の業界や業種のアイディアっていうところに触れる機会はとても貴重だなと思ってます。まあこうやって知らなかった機能とか、まあ、新しい発想っていうのを持ち帰れるのはすごくバディーズのいいところだなと思ってます、はい。私と太田さんも音楽と物流っていう全く違う業界なので、きっとバディーズがなかったらお互い出会ってなかったと思いますよね。はい、そうですね。はい。 はいでは次に、えー、と昨年の12月に、えー、太田さんにも登壇していただいた勉強会の話話を少しお話しできればと思いますではまず太田さんどのように、えー、どのようなお話をされたか簡単に説明していただいてもいいでしょうか。はい、まあ、どうもおさわり始めて私の場合、まあ、1年とちょっとが経過したので、まあ、まとめとして初心者がやりがちな失敗っていうところと、まあ、そのリカバリー方法についてを発表しました。まあ、具体的には ファイルのアップロードやまあ ETL っていうのを上書きしてしまったときに使える復元機能を紹介したり、カードの移動やコピーボタンなど、初心者の方が勘違いしがちな機能の紹介というところも行いました。ありがとうございます。個人的にはすごくカードのコピーのところの失敗談は私もすごく共感できることがあって、勉強会の途中でも皆さんチャットで結構あのわかるわかるみたいな感じで盛り上がってましたよね。 えー、太田さんは勉強会に登壇してみていかがでしたか？はいまあ、とても緊張したんですけども、もまあ、皆さんに共感してもらえてとても嬉しかったです。発表の中であのカードの修正ミスにリカバリー方法がなくて困っているって。私が話したらまあ、発表中にその場でチャットで参加者の方からまあ、どうも cli を使ってまあ、バックアップとリカバリーができます。よっていうまあ、アドバイスをいただけてまあ、とてもありがたかったです。 まあ早速あの私も試してみたんですけれども、まあ、とても便利だったので、まあ、ぜひ今後も活用していきたいと思ってます。まあ、こう言って発表者の方から一方的に教えるんじゃなく、まあ、お互いに知識を共有し合える場だなっていうのがすごく感じました。また今後新しい知識をつけたり、まあ、いいカードを作れたりしたら、まあ、進んで発表していきたいと思ってます。はい、えー。デジタルトランスフォーメーションっていうのは海外の方が やっぱり進んでいることもあってデザイン面でも見やすいダッシュボードを作られている印象があるので今後はぜひグローバルな方とも交流していきたいですよねはいぜひあの交流していきたいと思ってます、はい、でいつかえっ、ー、とダッシュボードのオリンピックみたいなのも開催してみたいですよねはい、はい、ぜひお願いしますありがとうございましたデータ活用文化会以上になります平田さん大田さんありがとうございました 他社事例から新たなアイデアが生まれ、とても有意義な会になっているようですね。では、次は技術分科会です。本田さん、あずさん、お願いします。山田さん、ありがとうございます。Nice to meet you all. I'm Yuka from AVEX Digital. I'm the leader of the Tech Group. Hello, I'm Haseiru from the w e s t Japan Railway Company. So happy to be here today. 技術文化会ではその知識共有しませんかをテーマにドームの裏技やティップスだったりハックを共有し合っています自社の事例紹介や詰まったところのお悩み相談などをテーマに定期的に開催をしています技術文化会で技術と聞くとちょっと難しそうかなと思うかもしれないんですが技術周りといってもコアな開発の部分から初心者的な BI の使い方まで幅広く共有をしています最近のトピックでは DDX チャレンジがありましたねはい DDX チャレンジについては私からお話しさせてください先ほど本田さんが説明されたとおり技術分科会では定期的に集まって事例共有やお悩み相談をしているんですけれども最近ではこれらの定期的な勉強会の枠を超えた DDX チャレンジという企画がありました皆さんご存知の通り d d x ブリックスは非常に強力なツールですが私含めてあまり使いこなせてない人が多いという話を聞きましたそこでせっかくなので t d x ブリックスのサンプルアプリを使って参加者が各自データを入れ替えたり表示を変更したりできる人はロジックを入れ替えたりするなどして1ヶ月間ほどまずは触ってみてその後それぞれが学んだことを共有するようなことをしました私も初めの方は取っかかりが難しく理解するのに時間がかかったのですが分からないことは参加者同士で解決しながら徐々に慣れてきて楽しめるようになりましたし最後にそれぞれが触ったアプリの 短所やチップスを共有した際には非常に盛り上がったことを覚えていますまたこのチャレンジを通して弊社においては鉄道の流動データを D3 コードダイアグラムで可視化したり D3 ランクドバーを使って既存商品の人気ランキングをアニメーション化するなどして実際に活用できるようになって私としても非常に良い機会だったなと感じておりますご説明ありがとうございます 私も東さんの発表を聞いて心理的ハードルが下がったこともあり弊社でも実際に X カードを作成ししてみました動きのあるカードはやっぱり目を引くんですがなかなか導入が難しそうだなと思っていたところのチャレンジだったのでととても参考になりりまましたありがとうございます本田さんといえば以前の勉強会にてアドレナリンの話で非常に盛り上がりましたよね。 そうですね、もともとドームのデータフローが遅いという悩みがありましてその解決策としてドームにはマジック ETL2.0MySQL レッドシフトアドレナリンと,には 0, SQL, shift, と、まあ、もう一個データフュージョンっていうやつもあるんですけど基本的に自由に編集できるデータフローに関してはこの4種類の変換方法がありますただ使うタイミングが結構ケースバイケースなので実際にどれくらいのスピードに違いがあるのかっていうのがいまいちわからなかったです なので私の方で10億行のダミーデータを生成してみて同じコードで実際にどれくらいのスピードが変わるのかなというところを検証してみました。でレッドシフトが2時間くらいというところで体感ではやっぱりマイ s QL が遅いっていうのは一致していたんですが、まあ、思ったより2.0マジック ETL2.0 が早かったなという印象でした。 コードだったりロジックとかはほとんど同じなのでプラットフォームでここまでの差が出るっていうのが一個驚きだった点になりますただそれ以上に驚きの結果が出たのがアドレナリンでした理由としましては入力データセットの読み込み時間がアドレナリンのデータフローを使うと0秒に。 なるっていうところとあとはドームが独自で搭載しているエンジンが優秀でそれによって爆速処理が実現されているということがありましたなのでデータフローの処理時間に悩んでいる方っていう場合はアドレナリンという選択肢が一つあるかなと思います実際に技術分科会の中でもこれを機にアドレナリン使ってみたという報告が上がってましたが東さんも使ってみましたかはいもともと私マジック ETL 一筋だったんですけれども、うん、この発表の内容が大変衝撃 であったので弊社の環境にもアドレナリンの試験導入させていただきましたこの他にもデータフローの高速化についてのチップスがありましたよねそうですねデータフロー内の sql の書き方についても共有させていただきました今表示されている sql が右と左で処理のアウトプットは同じものになっているんですがアドレナリンのデータフローを使って10億行のデータからだいたい10行20行程度の エクスポーートデータを出すすようなな流れになっているんですがアウトプットは同じになっているんですが処理のの過程が異ななるものになっています左側に関しては可読性を高めるためにデータフローを分割して処理しているデータフローで右側に関しては可読性は若干下がってしまうんですが一括変換でサブクエリ化して変化するようなデータフローになっておりこの場合の処理速度を検証してみました。 で結果としましては一括変換でサブクエリー化した方が51秒と圧倒的に早かったです12分半と51秒というところで結果が明らかでしたこの例ではアドレナリンの19行のデータフローで試しましたが当然他の MySQL だったりレッドシフトだったりというところも速度という面では同じ結果になりました。 なので可読性を取るのか処理速度を取るのかっていうところでちょっと一概には生きることはできないんですがケースバイケースで処理の参考になればと思い共有をした例になっております技術分科会ではこのように明日からも使えるような具体的な Tips をシェアし合っています自社以外のインプットがやっぱり必然的にどんどん増えていくのでスキルの幅が広がっているなという実感があります これからもこういった活動は続けていく予定ですというところで技術分科会の紹介は以上になりますご清聴ありがとうございました本田さん東さんありがとうございましたアドレナリンの機能はこの勉強会の時に私も初めて知り社内で処理時間に課題があった当社で試したところ大きな効果が出まして本当に助かりました まあ、コミュニティに参加してえ本当に良かったと思った瞬間でした。では続いてまいりましょう。広がる文化会の半沢さん、平野さん、成田さん、よろしくお願いいたします。田中さん、ありがとうございます。I'm Yashiro from Hitachi Transport System.I'm the leader of the DOM h i r o g g a 広がるグループ。広がる means a d o p t i o n l o o k i n g forward to this trip today.Let me introduce my fellow h i r o g a 広がる d ディ、Sus and Yoshiro. 日本語の「広がる」の意味は人でに広がるとということです。無理に広げるのではなく自然に広がってほしいそういう思いを込めています。どう思っていいよねそう言わせたいそれが僕たちの思いです。 もう一つ大胆なコンセプトですが d o m を通じたデータ活用で日本の d o m ユーザーとともに日本のビジネスを救いたいそういう思いも込めています私たち日本のデジタル競争力の低下は深刻ですこちら IMD の最新ランキングです知識や技術教育は検討していますがこれからのデジタル化で重要な俊敏性や投資開発力の遅れが深刻です私たち d o m ユーザーの企業のつながりが 日本の競争力の強化に貢献できればと願っていますデジタルトランスフォーメーションってどうするのどうも広がる文化会はメジャー同母が日ごろ感じる悩みを共有していますデジタルトランスフォーメーションは新しい価値を生み出すために組織の垣根を越えて仲間同士が手を取り合うことだと考えていますデジタルトランスフォーメーションの推進に大切なのは楽しむことだと我々は考えています 足りない椅子を奪い合うのではなくみんなで考えて小さくてもいいのでもう一つ椅子を作りませんかそれが我々広がる文化会の重要なメッセージですそれではここから、えー、我々のメンバーの事例を紹介してもらいますじゃあ平野さんお願いしますはい、えー、弊社では広がる文化会に参加したことでカスタマーサクセスやコンサルティングサービスとの付き合い方を考え直すきっかけができました 今までは新機能のご紹介を定期的にしていただいたりデータの加工で行き詰まった時に問い合わせる程度の活用しかできていなくてせっかく契約しているコンサルティングサービスのオプションを有効に利用できているとは言えませんでしたそれにその程度のお付き合いしかしていなかったので社内では今自分ができることを中心に使っていて新機能がどんどんリリースされてもあまり使いこなすことができませんでした そんな時に、えー、広がる文化会の方でカスタマーサクセスやコンサルティングサービスを有効に活用している事例を伺うことができて早速社内のお付き合いの仕方の見直しを行いました、えー、具体的にはもっと社内の課題を共有して一緒に考えていただくようにしました取り組みはドームのプロジェクトとタスクを使ってドームの方と社内のメンバーとで共有しています今では社内課題に対する効果的な分析手法のアドバイスをいただいたり 実際にダッシュボードを一緒に作っていただいたりしています。他にも新機能を使った新しいドームの使い方を検討したりして、社内の問題解決に今まで以上に役立っていただいています。おかげさまでこれからユーザーにはドームを便利に頻繁に使っていただくことができそうです。はい、平野さんありがとうございます。ドームのカスタマーサクセスは我々でドームユーザー、メジャードームにとって最良のパートナーだと思います。 日本のドームの一番いいところはそうしたドームのサポートということにすごく力を入れているところかなと思いますこういったドームバディーズの取り組みが盛り上がっているっていうのはやはりドームジャパンのまあ精神というかあの気持ちがしっかり入っているのかなって思いますはいありがとうございますそれでは続いてナイタさん事例のご紹介お願いしますはいでは私からも一つ 社内展開において d o m に関する知識やスキルは不可欠ですが業務業態によって必要な知識やスキルは様々です DOMO BODYS には大したような業種の企業が参加していますが自社内でのユーザートレーニングというのは共通の話題でした当社では編集ユーザー育成が課題でしたそこで広がる分科会で各社の取り組みについて成功例や失敗例について意見交換を行いました そこで見えてきた一つの形はスクール型のトレーニングではなくてハウト動画や場面ごとででののマニュアルなどの共有化でしたユーザーにとって自動的な形は定着の成功例が少なく能動的に知識やスキルが得られる環境を作るユーザーのスキル向上につながっているという意見交換の中での一つの結論です。他にも社内コミュニティなどキーワードは環境づくり この結果を早速社内に持ち帰り現在ユーザーの権限ごとでのダッシュボードを作成しております全ユーザーに共通ではなく利用用途と権限から一定のカテゴライズのもと、ユーザーに合わせた How to 動画を展開してスキルアップを図っていきたいと思います半澤さん平野さん結果ができたら皆さんにフィードバックしますねはい成田さんありがとうございますユーザーのトレーニングは広がる分科会の重要なテーマだと思います ユーザーに楽しんでもらうこと、そういったことの工夫を分か会で共有していきたいと思います。内田さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後に私の日立物流の事例をご紹介させていただきます。私たちの製品はどうもの機能を活用してお客様に貢献することを望んでいます。輸送追跡や需要予測、製品管理までさまざまなサービスでお客様とともにデータの活用を進めていきたいとそう考えています。 ドンバディーズの皆さんに私たちのチャレンジを惜しみなく共有していきたいと思います。大した事例ではないかもしれませんが、遠慮なくお話していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは我々広がる文化会のおえあの発表を終わらせていただきます。せーの、やー,ーありがとうございました。ご視聴いただいている皆さん、三つの文化会の発表、いかがだったでしょうか。 発表の内容もさることながら、発表者のどうもいあふれる生き生きとした姿をご覧いただけたかと思います。これこそがデジタルトランスフォーメーションを推進するエネルギーだと思いませんか。どうもは人を動かすことができる B I ツールです。それを利用するからにはその危険性も十分理解して使う必要があると思います。そんなツールの使い方なんかもどうもバーディーズを通じて学んでいます。 企業の垣根を越えた仲間たちと一緒に課題解決の糸口を見つけ自らもその機会を成長の場として活用している、まあ、そんなエネルギッシュなコミュニティ素晴らしいと思いませんか、まあ、各国地域によって文化も違いますが、まあ、このような活動が皆さんの協力をもとに広がっていけばと思っております。ドーーーバババディーズはドーム愛あふれるメメンンで成り立っています、まあ、そんなメンバーが 一人でも多く増えていくことが私含めドームバディーズの役割だと思っております最後になりますがドームバディーズは今年2年目に突入しますそこで昨年同様年に一度のコミュニティ最大のイベントを6月14日に日本で開催します昨年は150名の日本のユーザーが参加し 大盛況の中、え、幕を閉じることができました。詳細は五月後日の発表となりますが。えー、事例紹介を中心に、皆さんの課題解決の糸口を見つけてもらう場となっております。そこで、今回、どうもバディーズの新たなチャレンジとして。ご視聴していただいている皆様に、事例発表の募集をさせていただきます。どうもユーザー全体の技術力向上のために。 我こそはと一肌脱いでいただける方は資料右にある Q R コードからアクセスをお願いします。日本以外の方でも通訳をつけますので登壇は英語で構いません。登壇いただける方はオンラインもしくは事前収録で自国からの参加が可能です。たくさんの応募お待ちしております。ということで山田さん、あっという間の三十分でしたがいかがだったでしょうか。 いやいつも以上に発表者も気合が入ってて楽しかったですねあのご視聴していただいている皆さん今後のドームバディーズの活動を楽しみにしてくださいそうですよねでは本日はこれで終了したいと思いますどうもありがとうございましたどうもありがとうございました